俺はもうやるべき仕事しかやらないって決めたの。悪魔の力と知識を手に入れたってこと結局俺たちが退治してるのは末端だけってわけごめんなさい。私がいけないの。しばらく顔出せなかったし、学校がテスト期間だったなんて言い訳にもならないよね。なら言わなくてもいいよね。何言ってんだろうね、私。それあなたも私のことなんか忘れちゃうよね。私なんて生きてる価値ないよね。ほんとどうしようもないよね。 それで今度は逆に、そっちがうちの二重家で入りたいと俺はもう、やるべき仕事しかやらないって決めたんだ。りっていうのはどうなったのどちら様でしたっけなんてな。顔は忘れたが、その剣は覚えている。お前を封じていた剣。確かに、最強のデーモンスレイヤーだな。彼女に手を出さないのには、それなりの理由があるとは考えないのかしら もし拒んだらどうすると初めて聞いた時は驚いたよ。あのお堅い綾乃が実はショタだったなんてさ。だってほら、あんた、彼が大人になっちゃったから別れたんでしょかつて、我が父、ハチスカ・ヨシテルは、この太平洋上に一つの都市を浮かべ、先の見えない航海へと一歩を踏み出しました。次期市長最有力候補、ハチスカ・ミハイルが、ウエスト 解決してみせようじゃないか一年くらい里親になってた時期が。いや、それは、さっき言った色々あったってのに関係が。この学生が今夜のパーティーの席で市長暗殺を計画しているとどうして大麻局があなた方はテロリストの摘発ではなく、悪魔災害の対応を担う部署のはずでは別に攻めているわけではないんです。 むしろ彼は、この町の英雄だ。彼と彼の連れている悪魔少女の存在がなければ、この町の治安は、とっくに崩壊していた。さすが、父親が父親だけのことはあるの。ご注文のもの、お届けに上がりました。ご希望の速度に設定しましたが、そのため稼働時間は5分程度しかありません。えー、っと、今回の支払いは、ベイロンシティ警察ということでしたね。相場荒らしめ。 お前のようなクソ業者が、帰ってこの街の治安を悪化させてることに、いい加減気づきやがれ俺は世界中でこの手の奴らを買ってきた。いいか、マイルズ。悪魔は実在する。こいつらの親玉を見つけ出して倒さないことには、このベイロンシティに平和なんて訪れない。だって、お兄ちゃんに厄介な虫がつかないか心配なんだもん。そしたら大正解。これも神様のお導きかしらね。 この心臓あたりにある交点は彼は、この街の電力、一週間分を飲み込んでいるって言うんですかそれを受けて、今回の依頼内容ですが、まずは、容疑者の無力化。こちらは生死は問いません。冗談じゃない。相手は C 級ですよ。それじゃあ D 級以下の雑魚だって割に合わない。あなたと私の娘、人と悪魔の子。あなたと私を。 人と悪魔を繋ぐもっとなる。本来なら、五十万はくだらない仕事だ。君に、あのデカ物を丸ごと捕獲する手段はあるのかい、うん、俺たち悪魔の存在を隠蔽したまま、オルゴニウムの利権を独占し、世界から金をむしり続けているこんな欲にまみれたシティを、このままにしておいていいのか